こんにちは。250番です。今日はですね、YouTube の中で、水上大豆くんっていう、刑務所に、特化したお話をしているチャンネルを見つけましたんで、そこの方に連絡してみようかなと思います。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうも、250番です。あ、どうも大豆です。よろしくお願いします。お願いします。僕のこと知ってますか？あ、はい、知ってます。自分 YouTube 始めるきっかけになった方の一人なんですよね。あ、そうなんですか。こういう刑務所の発信してる方探してたら、250番さん。はい。多分初期の本棚背景にしてる動画ですとか、そういうのを見せてもらって。ああ、はい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 。ありがとうございます。はい。やりたいな。あ、ありがとうございます。今どんな感じですか？YouTube 始めてみて、どんな感じですか？正直楽しいですね。まあ大変なんですけども。はい。結構刑務所の体験ってマイナスなんで隠したいっていう気持ちあったんですけども。うん、うん。発信して、まあそういうこと知れてよかったって反応あったりするとやっぱ嬉しいですね。そうですよね。ちなみに罪名とかって話したりできますか？罪名は今のところちょっと隠しておきたいんですよ。はい、はい。ピンクとかそういうことじゃないですよね。あ、聞こえますか？はい。はい、大丈夫です。ピンクとかそういうことではないですよね。あ、そうですね。ちょっと、やっぱ被害者がいるんで。はい、はい。で、犯行具体的にしちゃうと。はい。そうですね。何系ですか？何系とも言えないんですか？物壊しましたね。ああ、はい、はい。あ、なるほど。どれぐらいの刑期ですか？2年ですね。2年。2年、1年10ヶ月ですね。ああ、じゃあまあ、障害かな。障害と器物破損かな。わかんないですけど。やっぱり、慣れてる方だと、期間で罪名推定できますよね。そうですね。よくね、刑務所でもやってましたね。いますよね。なんか、ジャッジするやついますよね。しましたね。なんかこう。予想屋みたいなやつ見ますもんね。うんうん。16の3だよ、なんて。言うやつとかいますもんね。留置に。それがまた大体合ってるんですよね。そうなんですよね。判例にもう慣れちゃってるんですよね。いろんな人見てるから。で、水上でしたよね。はい、水上です。ご飯を作る工場ですよね。はい。そうです。どうですか？やっぱ厳しいっすか？厳しいですね。刑務官がじゃなく、はい。受験者からのあたりが厳しかったですね、最初は。どんな感じなんですか？体育会系のノリですよね。はぁ。とにかく、はい。もう奴隷ですね。奴隷。懲役が受験者のですね。なんか、なんて言うんでしたっけ？飯いっぱい食わされるやつ、なんかなかったでしたっけ？あ、なんかシャリ詰めとかってありますね。あ、シャリ詰めって、あれ、あるんですか？いや、それは、うちのとこではなかったですね。はい、はい。シャリ詰めっていうのはあれですか？麦飯だけ量多くされて、おかず減らされるみたいな、そういうノリですか？いや、ひたすら食わされるっていうのは聞いたことだけあるんですけども。あ、麦飯を多くするっていうわけじゃなくて、飯をとにかく、たくさん食わされるって、そういう意味ですか？そうですね。嬉しいのか、あれなのか、ちょっとよくわかんないですよね。まあ、いじめですね。あ、結構な量があるんですか、いっぱい。実際、A 食ですからね。はい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 。あれって身長によって違うんでしたっけ？身長と180センチ超えると量多くなりますね。身長と、あとやってる作業内容によって飯の量変わってくるんですよね。はい、変わりますね。立ち仕事をメインか、座り仕事かで。はいはい。変わってきますね。立ち役みたいなやついるじゃないですか。リーダーみたいなやつ。ああ、はい。一般工場で入りますね。ああいうやつらも食えるんですよね。人たちも A 食一番多いのを食べれますね。あれ、見てて、あ、思ったんですけど、あれ、分けんのめんどくさくないですか？そんなことないですか？いやー、なんとかなりますね。結局、ほとんどの工場、2つか3つ A 食入るんで、もう慣れちゃうんですよね。なんかめんどくさそうだなと思ってんですよね。思って見てたんですけど。まず最初は、新朝食の飯、最初に盛るんですよ。はい、はい。それを別のところに置いといて、で、基本 A 食いっぱい詰めて、はい。新朝食とかを追加して、はい。運んでいくみたいな流れですね。はい、なんかたまに A 食のやつに B 食が配られて、俺 A なんだけどとか言って、切れてるやつがいたんですよ。ああ、それはですね、ありますね。やっぱり間違うことはありますね。まあ、人間ですからね。
で、おい、水上に連絡、するよ、なんつって。親父がなんか焦って連絡して。で、結局、おかずしかないじゃないですか。で、飯の時間終わっちゃって、後から、A 書が届くっていう。で、もう食っちゃったよ、おかず、なんつって。切れてるやつとか。ありましたね。ありましたよね。刑務官が取りに行くしかないですからね。はい、刑務官なんか取りに行ってますよね。たまにありました。あの姿がすごい滑稽というか、面白くて。刑務所で何が一番辛かったですか？やっぱ人間関係ですね。いっぱいいるんで。うん、うん。やっぱりそういうのに絡まれると、うん、ちょっと退場するのが面倒でしたね。年、もう一回り以上したからタメ口で命令されたりとか。うん、うん。それに対して反発するともっと大変なことになるんで。そうですよね。ここは我慢して。うん、うん。はいはいって、すいませんって言っとけば、うん、それ以上発展しないんで。そうですよね。忍耐力必要でしたね。確かに確かに。一番楽しかったことって何ですか？やっぱお菓子とかですか？映画とかですか？テレビ。ですね、やっぱり、そのお菓子食べれる習慣、楽しみでしたし、うん。あと、自分本読むの好きなんで。ああ、一緒ですね。本読んでるのは楽しかったですね。おすすめの本とかありますか？一部ミステリー系ばっかなんですけれども。はいはい。人に勧めたのは、おついちって方のデビュー作でですね。はい。夏と花火と私の死体ってあるんですけど。ああ、はいはいはい。これ150ページぐらいだから、サクッと読めるんで。はい。おついちって面白いんですか、あれ。自分は好きですね。なんかダヴィンチで特集されてんの見たんですけど、はい、受験者の人ってみんなダヴィンチ見るじゃないですか。ダヴィンチでおついち特集がされてて、ね、面白いのかなと思ってちょっと気になってはいたんですけど、ね、自分は好きですね。一冊読んでみて、はい、面白いと思ったら原作を進めていきますね。マジっすか、うん、ちょっとそれ読んでみようかな、これはおすすめですね。伊坂幸太郎とか読みますか？好きですか？あ、好きです。オーディボンの祈りから。あ、やっぱりなるほど。ラッシュライフとかも好きですしね。宮部みゆきとかも好きですか？あ、そうですね。自分最後勤めた時、宮部みゆきのソロモンの偽証で。ああ。はい。てか、ミステリー好きな人ってそうなんですよね。あれ、超長編ですけども。はい。闇本しながら読み切りましたね。闇本。夜、あれですよね。消灯時間過ぎてから。あれって小兵ですよね。あれ懲罰じゃないですよね。場合によっては懲罰になるんですか、あれ。あ、なるかもしれないですね。闇本は。まあ、施設に寄ったりもする。まあ、寄ったりですよね。うちは小兵だったんですよ。指導小兵。ってありました？いや、指導小兵、いや、聞いたことないで初めて聞きました。なんか点数で、その、類が上がるとか上がんないとかが、その点数切られちゃうと、懲罰にはならないんですけど、なんか親父が成績表みたいなのをつけてて、指導小兵っていうのがあるんですけど、それ、はい。そういうのがありましたね、うちの刑務所は。池井戸潤とか好きですか？あ、好きですね。池井戸潤とも7つの会議とか、パッと今思い出せるのがですね。はい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 。変な部長かなんかの話ですよね。七つの会議って。違いましたっけ？あ、なんかいろんなシーンで、いろんな会議があったりして。うん。で、最後合体するみたいな、なんかパルプフィクション的な。はいはい。変な部長みたいなやつが主人公じゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？絶対同じも。いいやつみたいなやつなんですよね、最後。ちゃんと丸く収まるんですよね。でも似てないっすか？あいつの作品似てません？はい。おととしあたりやって、大泉洋のドラマの、うんうん。ラグビーの話とかも似てるなと思いましたし。うんうん。なんか、絶対問題が起きるんですよね。問題が起きて最後、ひっくり返すみたいな。それ、ね。まあ、そういう少年漫画みたいなストーリー好きなんで、自分には刺さりますね。どんでん返しみたいな。砂漠とか知ってます？伊坂幸太郎の。あ、知ってます。砂漠も好きですね。面白くないですか、あれ。面白かったで
ましたね。ちょっと内容忘れちゃったんですけど、ちゃんと過去読んだ本の評価自分つけてて、最高評価つけてました。あ、やっぱり。やっぱり。内容忘れちゃったんですけどね。いや、あれですよ。いざとなれば、その気になれば、砂漠にも雪を降らすことができるとか言って。麻雀のやつですよ。はい、覚えてないですか？思い出せないですか？あれいいっすよ。俺も一人に勧めてるんですけど。なるほど。ちょっと、あれですね。本のお話になっちゃったんですけど。北海道でしたよね。はい、北海道じゃ、すいません。本も好きなんで、ちょっと熱くなっちゃいました、ね。てかもう、本の話しかしてないですからね。北海道ってどうですか？冷暖房とかやっぱ、暖房がすごい効いてるんですか？暖房ですね。北海道の真ん中ぐらいにある刑務所はめちゃめちゃ効いてましたね。へぇ。冬の方が、まあ冬の方がって言ったら大げさですけども、暑いんで窓開けてましたね、冬の間。へぇ。真ん中ぐらいまではもう。北海道あったかいって言いますもんね、北海道の刑務所は。中はあったかかったですね。まあ、暖房の、なんだろう、銀色のなんかヒーターみたいなのがあるんですけども。はい。パネルではないんですけどもね、そこに水かけると石で蒸発するんですよ。あ、そうなんですか。だから人によってはそこでパン焼いたりしてましたね。あ、そうなんですか。うまいって言うけど、なんか汚いなと思って自分やんなかったですけどね。ああ、もう、やけどするレベルの熱さ。あ、それ、水上の工場の中でってことですか？いや、シャボーですね。シャボーでパンがあるんですか？シャボーで夜にパン出る日あったんですよ。出るんですよ。まあ、自分その時水上じゃなくて内装工場の刑務所だったんですけども、うん、で夜パン出てってそのヒーターでパン焼くとうまいよとか。それ怒られないですか？いや、見つかったら怒られますね。そうですよね。うまくなんかやってたみたいですね。内装って何あるんですか？草むしりみたいなのしてるやつらですか？自分、あ、そうですね、夏の間は花壇作業で草むしりだったり、はい、はいはい、外でなんか土運んだりとかしてて、で自分冬の間に勤めてたんで雪よけメインでした、ね。はい、ああ、そうなんですか。あれもそうですか？工場着とか直してるようなやつらもそうですか？あれも内装ですか？いや、直してるの多分洗濯のような気がしますね。ああ、洗濯か。直しは、はい。ああ、なるほどなるほど。まあ、ちょっと俺も忘れてきちゃったんで最近。こうやって話すと思い出しますね。そうですね。思い出してきました。じゃあこれからも刑務所に特化する感じでチャンネルやっていくってことですよね。そうですね。主に刑務所の決まりと、あとは出所後どういうふうに自分生活してるかっていうのも出していきたいんですよ。はい、元受刑者がどうやってその後生活してるかっていうのも、うんうん、必要あるかなって気するんで。なんかあれですよね。結婚してらっしゃるんですよね。あ、そうですね。しましたね。子供さんもいらっしゃるんですか？子供さんもいらっしゃるんですね。それ刑務所出た後ですか？出た後です。あ、じゃあ俺も結婚できるってことですね。そうです。縁ですね。頑張れば。羨ましい。あ、諦めるもんじゃないなと思いました。いや、マジ、羨ましい。なんだよと思いますよ。あ、本当にびっくりしましたね。普通、敬遠するじゃないですか。そうですね。まあそこ、はい。感謝してますね。じゃあそこはあれですね。大豆くんの人柄ですね。いやー、どうかわかんないですけども、いろんな偶然とか重なって、なるほど。に至ってますね。なるほど。じゃあ俺も諦めないで、ちょっと頑張ろうかな。そうですね、突然迷われた感じですね、はい、自分は。あ、なるほど。じゃあ自分もちょっと、迷われるかもしれないですね。何あるかわかんないですね。なるほど。出会いとかって何だったんですか？職場ですね。まあ一緒に働いてる時なんとも思ってなかったんですけども。はいはい。何の縁か。はい。なるほど。まあ自分筋トレ趣味でそのこと聞かれて。はい。で、LINE のやりとりがちょっと大変だから直接会って話しようって言ったのきっかけで仲良くなって。なるほど、羨ましいな。わかりました。じゃあ、大豆くんの、チャンネル、概要欄に貼っときますんで。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんな感じで、また、機会あれば、はい、コラボとか、実際会ってコラボとかも、はい、やっていきましょう。あ、そうですね。はい。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、
今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、失礼します。はい、失礼します。ということで今日は水上大豆くんにお電話しました。機会あればコラボとか実際に会って、やってきますので、よろしくお願いいたします。250番でした。